飛んで火にいる間抜け野郎、この世のお宝は俺様のもんじゃ。天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。日の本に漂う不穏な機運の知らせは瞬く間に世界中へと広まっていく。しかし教授の中でただ一人、これこそ好機と息巻く男がいた。諸国のまだ見ぬあまたもの宝を求め、大盗賊アースクエイクは古文と共に騒乱の渦中へ自ら身を投じるのであった。おい海賊女、おめえたっぷり財宝貯め込んでんだろ。痛い目見る前にさっさとよこしな。あんたも私を海賊と間違えてんのかい？残念ながら海賊じゃなくて大工だよ。それで大工からあんたは何を奪おうって言うんだ？つらい、苦しい、憎い、何もかも滅べ。おお、なんだおめえ、財宝探しの邪魔者はこの俺様がぶっ潰してやるぜ。ゲヘゲヘヘヘヘ。アースクエイクは我が目を疑った。まばゆい光に驚いて目を閉じた一瞬の間に、あの驚々しい異界は跡形もなく消え、今や辺りには美しい花が咲き乱れている。あの戦いは全て夢だったのか、それとも現実に起きたことなのか。にわかには信じがたい体験に彼はただ首をかしげるのみであった。その夜、彼らは気を取り直し旅の戦利品を並べていく。金銀財宝の輝きと口に広がる肉汁が彼らの胸をどっしりと満たしていった。お頭、次はどのお宝を狙うんで。おのおのの腹も満たされた頃合い、勝利の余韻に浸っていたアースクエイクへ期待に胸躍らせる子分たちが口々に尋ねた。この島国ジャパンにはまだまだ未知のお宝が眠っている。お宝がどこかで眠っている限り、俺様たちの金稼ぎは終わらない。アースクエイクの言葉に子分たちの目が輝く。次なる財宝を手に入れるため、世界を股にかける大盗賊とその子分たちは再びジャパンで暗躍するのであった。まだまだ足りねえぜ。今度は黄金の像でも手に入れようかね。